今日のお祭り6時現地集合、浴衣着てきてね。え、あ、ちょ、それじゃ浮いてない僕。あ、あ、やだ。あれ、書くもの忘れちゃったんだ。お待たせ、只野くん、こみさん。夏祭りの約束が。何このコミュ力の爆弾。お、どうしたんですか。あれ、この感じ懐かしい。ノートないから不安なんですか。僕がいるんで。え、コミさんと二人きりで夏祭り。いや、他にも人いるし。射的しましょうか、射的。集中できない。コミさんもやってみます。はーい、久しぶりね。みんな、コミさんと勝負するわ。キュールキュールキュー。引き分けね。お嬢ちゃん銃返して。一緒に肩抜きやろうよ。景品などと交換できる。あ、もう15枚目だよ。ほんとギャンブルみたいな。うまいね、コミさん。只野くん、似合ってます。ずっとそれを言おうとしてたんですか。肩抜きめっちゃうまくできた。ごめんね、待たせて。あ、なんなんだこの人。もちろん狙うは一等賞。どうかな、こいつの将来進化。これだ。肩を取ってくれ。じゃあこれだ。あんだけが頼りだ。頼んだ。最後に取り付けられた紐、一見ボロボロに見えるだろうけど、に切り替わってるんだ。ってもんがあるんだよ、若造。言葉の雰囲気が変わった。考えれば考えるほどドツボにはまっていく。無駄無駄無駄。やったー。なかなかさん、しもべたち、我が元に集まる。再び相まみえようぞ。ま、しゃがんでてくれる。そうそう、その私のフランクフルト。おみさんに何させるつもりなった。ボンが食べてあげるよ。おみさん、早く取れば大丈夫ですよ。みんなと合流できたんで。